あ、こんにちは、マロです。さあ、夏真っ只中、気温もですね、大きく30度を超えて、もう突っ立ってるだけでもね、汗だくになる時期ですけども、まあ汗をかくのはいいことですからね。体内の毒素を出すデトックス的なね、効果もありますし、僕なんか汚い毒だらけの体ですからね、暑いだのなんだの言わんとね、まあ汗かいて出すものきっちり出さんといけませんね。まあ本当はですね、ベッドの上でね、しっかり汗かきたいところなんですけどね、まあそんなね、大変な季節もありますけどもね、皆さんもしっかり水分とって、熱中症なんかでね、ぶっ倒れないように、体調管理をしっかりしてくださいね。どうかご自愛を。というわけですね、連日暑いですけども、まあ花火やね、祭りなど楽しいイベント盛りだくさんのね、短い夏ですが、それが終わればね、秋のアップルの新製品発表ラッシュが待っています。もちろんですね、僕が楽しみにしているのは、今やね、肌身離さず持ち歩いている新しい iPhone15 シリーズ。ちょっとね、噂されていたウルトラモデルがね、果たして登場するのかという部分がね、怪しくなってきて、初搭載されると言われているペリスコープカメラは一体どうなるんだとね、ここに来てなかなか怪しい状況になってきましたけどね、ただ楽しみなのは iPhone だけではございません。楽しみなのはですね、こちら、ういみんな大好き Apple Watch でございます。iPhone と同じくですね、この Apple Watch もスマートウォッチをね、世に広めた立役者。ある種 iPhone と同じく革新的なデバイスと言っても過言ではありません。僕もですね、しっかり毎日使っていますし、特にね、夏場は結構外でね、運動する機会が増えますので、そんなにね、僕ヘルスケアとか細かくね、管理してる人間ではないんですけど、まあ酒もガブガブ飲みますしね、大変申し訳ありませんが、この動画は運営者が不適切な内容と判断したためご覧になることができません。まあ、ランニングの時にですね、走った距離を計測したり、インターバルを測ったり、ペースを把握したり、心拍数見たりしてね、結構便利に活用してます。そんなね、アップルウォッチも毎年秋にね、新しいモデルが登場しますので、もちろんね、今年も例に漏れずアップルウォッチシリーズ9がね、登場するものと思われます。もうシリーズ9ですか。早いですね。毎年どのような機能がね、追加されるのか非常に楽しみですけど、海外メディアのね、マックワールドが今年のアップルウォッチに搭載されるであろう新機能をですね、記事にしておりますので、今回はね、そちらを紹介していきたいと思います。まずアップルウォッチのヘルスケア機能に関してずっと期待されているのが2つ、体温測定機能と針を刺さずに血糖値を測定できる機能です。これは毎年噂されていますが、実現はされておりません。体温ね、まあコロナとか感染症でね、世界が変わっていろんな大きな影響出ましたけど、やはり体調管理においてよく使われる指標が体温ですからね。アプローチでね、サクッと測れたら非常に便利なんですけども、なんとですね、今年のアップルウォッチでこの待ち焦がれていた体温測定機能が搭載されません。されませんよ、そんな世の中甘くないっすよ。そんな都合よくね、ぐるんぐるん地球も花びら大回転してるわけじゃないっすから。はい、というわけで体温はですね、体温計で測ってください。で、この期待されている体温測定機能がなぜ実現しないかと言いますと、そもそも体温を測るのに手首は適さないということですね。手首は外部の温度とかで影響が受けやすく、体温が変動しやすい場所なんですよ。ですから皮膚の深いところの温度を計測しないといけないんですが、まあ、それを実現するのにですね、非常に高度なアルゴリズムと、まあ、テクノロジーが必要ということで、またアップルはですね、製品に高い水準と高い精度を求めるブランドですので、アップルの水準に達するのはまだまだ時間がかかりますし、そもそも実現するかどうかも怪しくなっております。体温を測定するのは耳の方が向いているということで、次の AirPods シリーズにね、体温測定機能が、まあ、搭載される可能性の方がずっと高いと言われております。まあ、体温を測りたけ AirPods 買えっていうアップルのメッセージですよ。でもですね、体温測定機能が実現しなくていいこともありますよ。例えば男女がいまして、男がね、ああ熱っぽいと、そしたら女の子がね、額にこう手を当ててくれて、あれ本当だ熱っぽいっていうね、ベタなシチュエーションあるじゃないですか。それがもし Apple Watch で体温測定が実現するとですよ、男がね、ああなんだか熱っぽいしだるいわ、あアプローチつけてんだからてめえで測るよってなっちゃいますからね。ドキドキするコミュニケーションがなくなっちゃいますから、何でもかんでも合理的な考えを突き詰めていくと、こういうね、何気ないコミュニケーションっていうのがどんどんなくなってしまうんですよ。それはそれで悲しいことじゃないですか。まあ体温測定機能はね、まあいいんじゃないですかね、別に。そして血糖値測定機能、実はこれがですね、今年のアップルウォッチに搭載されません。
まあ、そもそも針を刺さずに正確に血糖を測るというのは素人でも分かるくらい難しいことですので、実現する可能性はまだまだ低く、また実現までにねかなりの時間がかかると予測されております。まあね、実現できたらいいですけどね。どんどん便利な食生活になって、食べたいもん食べれて、で生活習慣とかでね糖尿病とかになる人もね、実際にかかってる人も多いですし、で今マッチョ系とかのねあの動画も大人気ですし、食事の糖質とかも気にする人多いですから。ですがまあ実現しません。おとなしく諦めて3食マクドナルド食いましょう。では一体、おいアップルよ、一体何のヘルスケアを搭載するんだいっていうところなんですけど、2つ予測されておりまして、まず1つ目がですね、ストレスの計測機能でございます。皮膚電気活動 EDA センサーが搭載され、心拍数などと合わせてユーザーのストレス状態を管理できるようになるみたいです。この EDA センサーというのは、人は緊張すると、まあ、汗をかくんですけど、その汗には微量に塩分が含まれてまして、それを電気的に測定し、まあ、ストレス状態を計測できるというものですね。実際にこれはですね、フィットビットセンスなどの他社のスマートウォッチですでに使われている技術です。アップルウォッチでストレスの管理ができるようになりますよと。まあまあ現代らしい機能ですね。便利になればなるほどね、例えば SNS なんかでね、まあ、世の中が可視化されればされるほどみんな気になることも増えたりしますから、まあ、便利になればなるほどね豊かになるっていうよりは、結構ね精神的な部分で負担がかかってくることも多くなってきてるんじゃないかなと思います。まあ、そういうのをね管理して適切に調整して、日々の生活をね豊かにしていこうじゃないかという機能でございますよ。まあ、ストレスってなかなか目に見えないことですし、その個人差も大きいデリケートな部分ですので、なかなか使ってみてね実感できるかどうかっていうところですね。でも使ってみると案外ね、心静かにこうリラックスしてね過ごせるようになるかもしれません。面白いかもよ。そしてもう一つが身体組成の測定。生体インピーダンスセンサーを用いて身体組成というのの測定が可能になるということです。まあ、身体組成って言われてもね、僕らみたいな素人にはあのこっちゃねよくわかんないんですけど、具体的にこれで何が測定可能になるのかっていうと、体脂肪と体内の水分率の測定が可能になるということですね。え、これめちゃくちゃすごいな、よくない？インターネットとか動画でね、そのダイエットやそのボディメイキングする人もどんどん増えていると思うんですけど、体脂肪の測定はね、例えば腹筋割りたいっていう人にもね重要ですし、そのフィジークやボディービルを目指す人にも重要な指標として使えるでしょうし、プロから素人まで幅広く活かせる機能ではないかなと思います。さらに体の水分率の測定、これは今の時期にはもうもってこいの機能ですよね。体の水分率が測れるっていうことは、熱中症の予防なんかにも活用できますから、今の時期は特に重要な機能じゃないかなと思います。ってことは格闘家やボクサーの水抜きなんかにも使えるかもしれませんね。僕も今外でね、あのアホみたいに走り回ってますけど、やっぱり熱中症怖いですからね。ですからスポーツドリンクとか水で水分補給はねかなり気を使っているんですけど、それでもね長時間運動とかするとなかなか怖いものがありますから、まあ、そういったものをね予防するための指標の測定がアップルウォッチについたらすごく便利だなって思います。例えば体の水分率が一定の値を下回ったら警告してくれたり、その通知してくれる機能がついたらめちゃくちゃ安心できますよね。あ、水分取らなきゃっていうのがね、あのすぐに分かりますから、まあ、日常の危険も健康管理もしっかりできる素晴らしい機能じゃないかなと思います。たださ、アップルウォッチが発売されるのって9月の後半でしょ、まあ、日本ではねもう夏終わっとるんでちょっとニアミスだね。個人的には今すぐ欲しいわ。まあ、10月の後半までね、なんだかんだ夏日みたいな暑い日も続いたりしますので、そういう油断してる時の方がね案外熱中症で倒れる人って多いって聞きますから、まあ、気温が落ち込むまではね全然使えると思いますけど。というわけで、ストレスの測定、身体組成の測定、この2つが今年の Apple Watch に搭載される新機能じゃないかということですよ。ただ Apple Watch って複数のヘルスケア機能が一気に搭載されるっていうことがほとんどないので、搭載されるとしてもこの2つのうちの1つじゃないかなと思います。となると身体組成の計測っていうのはアップルもね高い精度を目指すし、なかなか技術的にも解決する部分が多いんじゃないかなと思いますので、実現はまだ先にはなりそうですけどね。
ですから今のところ一番可能性としてありそうなのがこのストレスの計測機能じゃないかなと思います。一部のスマートウォッチではすでに実現されてますし、まあ後追い感があるからあまりね革新的な機能とは言い難いですけど、っていうか来年シリーズ10でしょ。ですからアニバーサリー的な感じでフルモデルチェンジする可能性もありますし、それにね驚くべき機能が搭載されるような気もしますね。身体組成の測定はかなりね魅力的なヘルスケア機能だと思いますので、搭載されるとしたら来年になりそうな気がしますね。アップルもじっくりね開発して育てたいでしょうし、まあ、戦略的にもねここで出しちゃうのはねちょっともったいないんじゃないかなと思います。まあ、それを上回るね隠し玉があるんだったら話は別になってきますけど、というわけで今年ねアップルウォッチシリーズ9に搭載されそうな新機能をねお話ししてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。ちなみに皆さんが今年のアップルウォッチに期待している新機能は何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。また何かね新しいことが分かりましたら動画の中で紹介してまいりますので、参考になりましたら高評価チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイバイ。